はい、どうも皆さん、こんにちは、ブヒログです。どうですか、今回からちょっとオープニング的なやつを作ってみたんですけど。はい、これからはちょっとこんな感じのスタートを切っていこうかなと思ってます。で、今回は、前回の続きの動画になります。気になる方々は、ちょっとこの動画の一個前の動画ですよね。前回の動画を見てもらえれば、現在ペットショップで売られてる赤ちゃんたちのお値段が見れます。はい。どんなもんか、ちょっと覗きに行って見てもらえたらありがたいですね。はい。で、今回はフレンチブルドッグだけじゃなくて、別の犬種、猫、まあその他のペットたちのお値段を一緒に見ていこうかなと思います。まあ現在フレンチブルドッグだけじゃなくて、まあペット系全般ですよね。まあそれがここ5年10年の間でなんかお値段が爆上がりしてるっていう話ですよね。まあ上がってますよね、確実に。で、まあフレンチブルドッグはちょっともう今高額な犬種にはなってるんですけど、まあ、フレンチブルドッグのそのお値段が上がったっていうのは、埼玉県のブリーダーさんがなんか革命を起こしたとかで金額が上がったっていうコメントをもらいました。何をしてその価値を上げたんですかね、フレンチブルドッグの。みんなが20万とか30万で売ってる時に、40、50万とか70万とかで上げたんですかね。そこはちょっとわかんないですけどね。なんか、あと、ハムスターとかも数年前に比べて、まあお値段が倍以上になってるとか、なんか巨大ホームセンターの中のペットコーナーで100万円のポメラニアンが売られていたっていうコメントももらいました。すごいですよね。ペットコーナーで100万円のポメラニアンがいたとして、誰が買って帰るんだろうって思いますよね。買わないでしょ、しかもホームセンターで。まあそこにペットコーナーあったらちょっとワンちゃん見るかっていうのはわかりますけど、このポメラニアンの子100万円だっつって、もう見せ物ですよね、完全に。まあそんな感じでいろいろとありがたいことにコメントをもらえてます。ありがとうございます。いつもコメントしてくださる方々も本当ありがとうございます。初めての方もよろしくお願いします。はい、全部目通してコメントも返しているんで、はい、頑張ってやってます。はい、まあ今回も何か思うことがあったらぜひコメントを残していってください。それも拾って動画にもしていきますんで、よろしくお願いします。前回謎で終わってしまった安心半額プラン。まあ、これについてもちょっと見ていこうかなと思ってます。はい。事前知識はあまりありません。まあ、これも前回のコメントで答えっぽいのを書いてくれた方々が数名いました。はい。ありがとうございます。僕はまだ何も調べてないんですけど、なんとなくですけどね。はい。わかっちゃいました。なんか年間契約みたいな感じで書かれてたんで。でもなんか8年契約とかなんとか書いてましたけど、それ以外にもあるんですよね、多分。わかんないですけど。なんか、1年、3年とかあるんじゃないですかね。違うんですかね。で、8年って何契約すんのって感じですよね。8年契約だけだったら、ちょっとなんか怖いっていうか、はい。何を8年契約させられるんだろうって、まあ思いますけど、まあそれも一緒に見ていこうと思いますんで、はい。ちょっと噛みましたけど、はい。じゃあ、そろそろ本題に入ろうかと思います。すいません、ちょっとなんか、今日おかしいな、口が。はい。じゃあ、そろそろ防災とへ、GO です。はい。やってまいりました。いつもペットサイトですけど。はい。現在は、2022年5月17日になってます。はい。だいぶ、すいません。前回の動画とだいぶ日にちが経ちましたけど。はい。今回は、5月17日撮影です。はい。で、現在、1万628頭のペットがいますっていうことなんですけど、まあ、ちょっと見ていきましょうか。価格が高い順。まあ、この前はフレンチブルドッグ限定だったんですけど、まあ、今回は、全体の1万628頭のペットの中の一番高い順を見ていこうかなと思う。一番高いのはトイプードルになってますね。はい。税込み82万2800円。これが、まあ、ここの全国にあるペットショップの中で一番高い子っていうことになりますね。あ、ここのペットショップですけどね。他のペットショップだったらもっと高い子がいるかもしれないんですけど。で、安心半額プランにすれば50万1000。まあ、税込み57万5800円っていうのが、一番最高値ですね。2番目もトイプードル、トイプードルですね。わ、ニューファンドランドがいる。すごいですね。長野県。税込み769,780円。これすごいですよ、ニューファンドランド。ニューファン、むっちゃ大型犬になりますからね。これ調べてみてください。むっちゃでかいですよ。すごいな、ニューファン。これペットショップで取り扱っていい犬種なんですかね。これでも売れ残ったら相当大変ですよ。マジで。むちゃくちゃでかいですよ。
50キロとか60キロ？オス犬だったら60キロとか70キロくらいなるんじゃないですかね、成犬で。あ、すごいな。で、トイプードル。あ、やっぱトイプードル人気だし、やっぱ高いですね。トップはもうトイプードルとニューファンになってますね。で、あ、豆柴も高いんですね。僕ちょっとフレンチブルドッグがあんまり詳しくはないんですけど、豆柴も70万とかするんですかね。高いな。ニューファンはわからんでもないですけど、まあ、大型犬買う人たちってやっぱ、大型犬を家の中で買うっていうのがステータスなんでしょうね。これすごいですよ。僕もあの知り合いのブリーダーさんでニューファンの、ブリーディングしてる人いるんですけど、言われましたもんね。ニューファンとか買ってみりっつって。もう超大型犬を自宅で飼ったら世界が変わるよって言われましたね。将来の夢ですけどね。大型犬、超大型犬を室内で飼うっていうのは、まあそれも、まあ僕の中で一つの夢ではあるんですけど、ちょっと今はもう無理かな。お、ブルドッグがいます。ブルドッグも高いですね。2月24日生まれ。税込み71万2000円。まあ、ブルドッグ大変ですよ。まあ、フレンチブルドッグもまあ、買うのは大変って言われますけど、やっぱブルドッグ相当大変ですね。むっちゃ大きくなるんで、もう30キロ、40キロとかなりますよね。あ、シベリアンハスキー。あー、すごいな。豆柴って高いんですね。知らんかったなぁ。豆柴、まあ、トイプードルは高いんだろうなぁって思ってたんですけど、なんかすごいな、グレートピレニーズとかもいますね。あー、なるほど。なんとなくわかりましたかね、高いの。まあ僕は豆柴が高いっていうのを初めて知りました。もうちょっと安いかと思ってました、豆柴って。舐めてましたね。はい。価格が安い。一番、ペットで一番価格が安いのは、いや、ラブ、この子かわいそう。3万円みたいですよ。わ、2020年、11月30日。何歳だ？もう1歳余裕で過ぎてるな。1歳って言わないっすね。3万円ですよ。うわ、大型犬で売れないんでしょうね。うわわわわわわ、もう1年半ぐらいですか？1年半ぐらいですよね。1歳半。もうすぐつか、今年の冬で2歳ですね。うわわわ。クス犬。この子とかも多分、可愛く撮ってるような感じなんでしょうけど、実際はそんなに可愛くないのかなとかいう感じなんでしょうね。5万円。アメリカンコッカースパニエルとキャバリアの子ですね。売れないんでしょうね。ちょっとなんとも言えないですね。この子は契約済みになってますね。この子もなってたかな。あ、この子も契約済み。あ、契約済みとか交渉中や、それ見逃してました。値段ばっか見てました。はい。あ、この子契約済みですね。はい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 。はい。では、安心半額プランを見ていきましょうかね。74万8千円が50万1千になるっていう詳細はこちらでちょっと行ってみたいと思います。通常価格、生体が74万8千円ってこの子ですね。で、安心パックが5万8千円。1ヶ月の生命保障が8万600円っていうことの2位ですね。で、消費税で、この子、この子1ヶ月生命保障入れたら97万5千260円になるそうです。めっちゃ高いな、ほら。なんだこれ。生命保障の加入は2位となります。あ、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月。まあ、100ヶ月まで選択できると。まあ、生命保障って何ですかね。もしなんか赤ちゃんが亡くなったりしたら、時の、あれですかね。全額返ってくるとかですか？そんなことないですよね。で、安心半額プランであると、これが犬、一番上の生態価格が、ワンちゃんの。あれですね。で、安心パック。これ、安心パックって絶対入らなきゃいけないんですかね。よくわかんないですけど。消費税。これはもう絶対でしょうね。絶対かかるもんですね。で、フード提供割引が8万円の、生命保障割引が16万7千円で、100ヶ月の生命保障。100ヶ月って、そうですね。本当コメントにあったように多分8年弱ですよね。8年ぐらいですよね。多分、100ヶ月って。うん。8年と何ヶ月とかじゃないかな。違うですかね。ちょうど8年ですかね。わかんないですけど。で、分割払いにより初期は0円。36回払いと3年で分割。で、最初の費用が60万3960円になります。なんかあんまり、お得感がなんかあんまり、ちょっと高すぎてお得感がないですね。ああ、でも書いてますね。安心半額プランにすると最初の迎え費が33万5660円も抑えられます。抑えられる。なんかよくわからんですね。
って基本内容がフード定期プラン。あ、なんかこれ言ってましたね。あれでも5年間になってますね。どうですかこれ。あ、フリー配送、自動定期配送、お届けするフード、 100% イタリサンプレ。エルモってあんま良くないやつですよね確か。ただ無添加は無添加だったと思うんですけど、鎮光着色料保存料不使用でしょう。ああ、多分無添加は無添加だけど、多分よく、あんまり良くないやつですよね。D ランクとか C ランク、D よりの C とかじゃないですかね。あんま良くないはずですね。なんかあるんでしょうね。これだけ安くなるけど、やっぱそうですよね。やっぱ、最初のワンちゃんの、生体価格を割引く代わりに、これを取ってくれってことでしょ。で、これを毎月送るんで、これを食べさせてくださいってことでしょ。でもこれ、フード合わなかったらどうするんですかね、ワンちゃん。絶対これが合うとは限んないでしょ。フレンチブルドッグって特に、アレルギーとかが多いんで、このフード食べれない可能性あるんですよね。で、ましてや、迎え入れる前にこれを食べさせてるかどうかですよね。多分食べさせてないと思うんですよね、これ。やっぱこれを食べさせてて、アレルギーが出る子もいると思うんで、そうなると別のフードを多分普段は食べさせてるはずなんですよ。この契約をした時に、じゃあこれをお届けしますってこれを食べさせて、もしそのワンちゃんに、迎え入れたワンちゃんにアレルギーが出たらもうこれ食べさせれないですよね。そしたら解約しなきゃいけない。したら解約金も払わないといけない。結果、高いまんまってなりますよね。これ、ダメですよね、これ。フードを選べるんならいいですけど、お届けするフードってこれ決まってるんでしょ？これは、ダメでしょう。これ知らない人は、するんでしょうね。じゃあ、獣医師推薦の安心品質っていう、って特徴2で書いてますけど、これあんまり意味なくて、そのワンちゃんにアレルギーがあったら品質が良くても食べさせられないんですよね。うん。すべての原材料がイタリア産。まあ、海外製なのはいいとは、まあ、いいにしても、全部一緒ですよね。特徴1から特徴4まで一緒です。意味ないですよね、これ。だって、イタリア産やけいいっていう、まあ、いいかもしれないですよ。うん、先進国かもしれないですけど、犬の。でって感じですよね。で、獣医師推薦の安心品質。品質が良くてもアレルギーがある子はどうすんのって話だし。うん、人工着色料保存料不使用で無添加やけいいってものでもないし、その中の原材料が何なのかもわからない。ローズマリー抽出物を保存料として使用だから何っていう話にもなってくるんで。これがいいとは限らないですよね。これフレンチブルドッグ買う人は要注意ですね。これちょっと騙されるんじゃないかな。多分ダメですよ。うちの子とかこれ絶対アレルギー出ますもんね。まあ今うち赤ちゃんじゃないですけどね。成犬ですけど多分食べさせたらアレルギーが出るんじゃないかなと思ってます。これでも、これで買う人いるのかな？まあ、結果そのフードを買わされるっていうかそれを契約しちゃうんで、安くしますよってことでしょうね。いや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 、良くないでしょこれは。良くないですよっていうか、どうなのって感じですね。ほんと、犬のフードを舐めちゃダメですからね。もう、A ランクとか S ランクやったら、毛並みからなんから全て変わりますもんね。はい。まあ、高くてちょっと、うちは A ランクとか S ランク買えないんですけど、あとご褒美として A ランクとか S ランクのフードを与えちゃうと、この普段のあげてるフード食べなくなるんで、皆さんは注意してしてください。犬もグルメになるんで、気をつけてください。まあ、あれはでも、ほんと良くないですね。多分あのフード限定なら僕は良くない。フードが選べない時点でちょっとどうかなとは思いますね。本当に。はい。まあ、今あれはエルモって書いてたんですけど、まあ、フードが合わない場合とフード変更でお届けできるんですかって言った時に、できますって言ったらいいかもしれません。はい。できないって言われたらやめた方がいいと思います。はい。そのフードでアレルギーが出るかもしれないんで、これはフレンチブルドッグ以外にも言えます。はい。フードはいろいろ試していって、まあもともと今食べてる、赤ちゃんの時から食べてるフードを食べさせて、まあ成犬になるにつれて、もっとより良い自分とこの犬に合うようなフードを選んであげるのが一番だと思います。はい。なのでフードを選べない時点でダメです。まあ猫ちゃん、じゃあちょっと見ていきましょうかね。僕猫あんま詳しくないんで、
まあ犬より安いのかな。猫も種類によるのかな。でもまあでも平均20万か、まあ税込み30万か。だいたい30万円ぐらいが平均ですかね。マンチ感がちょっと高いかなって思いますけど。猫も価格が高い順でいきましょう。は？わっ、え？え？1、10、100、1000万、10万、100万。は？888万っすよ、この子。スコティッシュフォールド。は？これ これ間違ってないの？あ、2番目に高いのが、88万です。サイベリアン。目が多い。80万。で、一番高いのが、888、税込み976万8千円。安心半額プランで、660万で748万8千。全然安心じゃない。は、しかもあれっすよ、これ。2015年生まれの子っすよ、この子。え？どういうこと？本当にいるの？こんな子。で、今7歳？じゃ、今年で7歳？ちょっとさらに、なんすかこれ。これ売れないでしょ、こんな。わ、これ間違ってないんか。あ、ローンが効く。最大60、月々196,700円で。これ、なんかベンツとかレクサスとか、それなちょっともう、噛むな。これなんで、これ問い合わせたいですね。電話して聞いてみようかな。はい、すごい飲みっけました。2015年生まれの、スコティッシュフォールドの、もう子猫じゃないです。これ、スコティッシュフォールドの子猫って書いてますけど、もう子猫じゃないです。あ、動画もある。あの、動画も気になる人は見てください。これ、どういうこと？すご！どうですか、皆さん、これ。はい。こう、お近くの方はぜひ、新小岩店に行ってみてください。もうこれ以上のものないですよね。7歳ですよ。今年7歳の、猫が888万円で、税込み976万8千円です。はい。これどういうことですかこれ。なんかダイヤモンドかなんか、爪がダイヤモンドとかじゃないですか？違うんですか？すご。これ間違いじゃないんだね。すいません。猫詳しくないんですけど、スコティッシュフォールドってこんなにするんですか？一番高い猫は、約1000万です。約1000万の猫を発見しました。現在も売られてるっぽいです。スコティッシュフォールドの、はい、子猫って書いてますけど、もうこの時点で違います。はい。もう、いい年頃の猫です。なんでな、これ聞きたいっすね。ちょっと電話して。こんなの抱っこもできないでしょ。抱っこしていいですよとか言われても。この金額できないでしょ。月々19万6千円ですよ。ローンの詳細はこちらで、もう確認する必要ないでしょ、これ。買う人いないでしょ、これ。この子は一生ペットショップ暮らしなのかな？この子の価値がよくわかんないです。すごすぎですね。もうこれ以上の子はないんで、あともう見る価値ないですかね。はい。今はやっぱあれですね。うん、犬の方が高いけど、猫の方が人気が。あるそうです。やっぱりもう犬の人気はちょっと落ち気味で、やっぱ猫がやっぱ人気が上がってるっぽいですもんね。まあ実はうちもちょっと猫欲しいなとか思ってます。子供がなんか猫欲しいって言ってるんですよね。まあ僕もちょっと飼いたいなとは思うんですけど、はい、まあまだそれはちょっと先のお話かなと思います。はい、まあもう今回はもう この子で終わりましょう。はい、この子。はい、気になる人は、はい、新小岩店に見に行ってみてください。はい、いるかどうかは分かんないですけど、もうこれ以上のことはないんで、今回はこれで終わろうと思います。ちょっと次回はまた別のところで見てみましょうかね。ちょっと今回も長くなりすぎたんで、はい。じゃあ、今回はこの子で終わろうと思います。はい、なもんで、じゃあ次回はちょっとまたちょっと違う、ちょっとサイトで、いろいろと見ていこうかなと思います。まあ、他の犬種、まあ、他のペットも見れたらいいですね。なんか、フェレットとか、はい。鳥系ですよね。うち、インコも飼ってるんですけど、オカメインコですね。まあ、そういうのも値段見れたらなと。袋とかちょっと欲しいけど、高いんですよね。袋も結構お値段するんで、まあ、そういうのも見れたらいいなと思います。まあ、犬も見ていきましょう。はい。じゃあ、今回はこれで終わります。はい。いいものが見れたと思うんで、はい。じゃあ今回はこれで終わります。皆さん次回もよろしくお願いします。バイバイ。